はい、おはようございます。チキン南蛮とハンバーグですけども、ショート動画で少し食べたんでちょっとグロテスクになりました。こんなんです。こうか、こうですね。はい、サムネのグレードが悪いと指摘がございました。まあ指摘があるってことは見ていただきます、いらっしゃるってことなんで頑張っていきますよ。旅行になってると思いますよ、皆さんのおかげで。文句言われつつ、チキン南蛮でございます。これはですね、昨日私は唐揚げがものすごく売れて、今日の売れたんですよね、買いに行きました。唐揚げを買いに行きました。ちょっと振り込みもありました。いろいろやってました。一人でやってます。で、業務スーパーに行って猛暑を買いました。あさとさんがいました。あさとさんと喋りました。で、あさとさんと喋ってると明るくなるんですよ。そこが全体的にここへ来ても明るくなるんですよ、あさとさん。それは業務スーパーで見てください、明るくなりますよ、あの人と喋ってると。それでですね、忘れてました、唐揚げを買うの。大事な唐揚げを買うの忘れて、桃章は買ってたんで作りましたよ、自分で。それじゃあついでなんで唐揚げも作って、唐揚げはもプロ中のプロなんで別にいいんですけど、最近ですね、今あの唐揚げサボってるんですよ。自分が作れば美味しいって分かってるんですけど、あれめちゃくちゃ原価高くなるんですよ。桃小高い、唐揚げ粉高い、小麦粉高い、でんぷん高い、揚げる温度とか油とか時間がかかる。私も早くから1時間ぐらい早く起きないと作れないんですよ、チキン南蛮作ったり。今やめてるんですよ、今だけ。それで減ってるって言われてるんですよ、お客さんが。違うと思う。向こうなんかほとんど手作りじゃないけど、お客さんいっぱいいますか。安さですよ、今は。どう安くするか。で、夜会できたから、またやればいいんですよ。美味しいですよ、やっぱり今作ったらね。これやっぱ美味しいね、作ったものは。これね、自分が作ったチキン南蛮と唐揚げ。これやっぱ最高にうまい。うまいよ。サクッとするね。ただ、あの、国産の唐揚げだけ買うようにしてますよ。私もあの輸入した唐揚げは作ってたんですよね、前貿易の時に。あのものはいいんですよ、そこのあのまあスミキンさんっていうか、そこのメーカーはいいんですよ、メーカー指定で買えば。ただ沖縄のこの業者はいろんなものを決めて買うんじゃなくて、安ければその都度買ってね、桃商でもそうですけど、決まったものを持ってくるんじゃないですよ、このブランドとかじゃないですよね。だからものすごい物悪かったりするときあるんですよ。まあそれでそれを納めてるお弁当屋さんとか伸びてますから、それでうちだけが落ちるっていうのはおかしい話なんで、もう沖縄好きでやってます、悲しい話。もう買ってないから、もう買ったらもう自分のやり方でやっていって、もっと自分を主張してやれって母ちゃんに言われてますけど、最近言わなくなるでしょ、文句。これで利益出てもが、これで売れるようになってますから、頑張った。だから粘り強くやってけば売れるようになってくるね。うんって言った、珍しい。でも嫌だね、もっと前の麻婆豆腐とか売りたいだろ。うん、いっぱいある、売りたいの。タコライスも売りたいだろ。全部やめてるね、今ね。お前が一番置いたらトンカツだろ、チキンカツとか。めっちゃ喜んでる。ほんとベンチャーさんってバカだと思いますよ、みんな。原価も計算してないで美味しいもの作って売ろうとしてね、
自分たちはどんどん銀行にも怒られてね。一生懸命お金借りて、みんなに貢献して、おいしいともやつに、ちょっとでも安くなったらそこに逃げていって、腹は立ちますよ。でも、YouTube も一緒で、相手はわからないですよ。こっちが思ってる気持ちなんか。だからそれに、今は、わかりました、最近。YouTube をやってるかわかるかもしれないですけど、それに腹立っていっても、伸びないんですよ、結局。ベンタも、YouTube も。その流れに従って、無理せずに、なんていうんですかね。なんかやばいことやって捕まってるって言うじゃないですか、YouTube でも。逮捕して、追っかけて、ぶん投げて。ぶん投げてたよ、あれ。駅で。見た？で、階段から落ちてたら死んだらどうすんだろうね、あれ。たまたま生きてるからいいけどね。あれが頭ガンって打って、相棒とかでよく、相棒確実に殺すじゃん。なんか倒れてバンって。相棒とか揉めてる時にバンって落ちてったら確実に死ぬよね、あれね。相棒は。なんだ、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 宮谷とか出てきてって。しかし水谷豊も刑事だけどいっぱい人殺してるよね。あんなに自分の身の回りは人を殺す刑事っていないよね。生涯にいるかな。いないよね。相当殺してるよね。こっちにやっぱ作ったんや。ケチャップがいい。沖縄の人はケチャップ好きなんですよ、これ。昔から。好きだよね。ポテトにもいっぱいかけてね。あれ、県外行った時にポテトにケチャップあげない時ってあるよね、たまにね。なかった昔は。今は、今でこそあるけど、最初の頃もないないって言ってさ。もらってもらってって。マクドナルドでもあげなかったよね、昔は。20年ぐらい前は。今当たり前に出てくるじゃん。沖縄だったら大きいやつにバンって出てくるもんね、ケチャップとかどこ行っても。タコライスでもなんでも。うん、うまい。ケチャップ使われると思って隠して持ってきましたよ。普通片付けない人がこれ以上使われたら困ると思って。ケチャップがご飯にケチャップかけて食べてました。あー、うん、あれ、またちょっとですね、コメントで教えてほしいことがあるんですけど、僕は前から、あの、草ってあるじゃないですか、カッコの草、カッコの草。あれが最初の頃分からなくて、私に対する、なんか暴言を吐いてるのかなと思って怒って、キッチンダイブさんに聞いたんですよ。わざ、コメントしてるとやりとりしてたんで、あの頃。したら、可変となかったんですよ。だから俺が正しいと思ったのか。で、いろいろお客さんとか、YouTuber とかに聞いたら、あれは、ダブルの、なんていうんですか、みたいな、WWW が草に見えるか、草って書くんだって、この YouTube のお兄ちゃんたちが、お姉ちゃんたちがやっているっていうことを気づいたんですよね。ただ、県内では、一人もいませんでした、知ってる人は。県内で聞いても。僕は早かった方だと思いますよ、これでも。それで、その時の動画も流してます。キッチンライブさんの権利っていうことで。で、今はわかるんですよ。わら、草、草っていうのが。笑うってことですよね、草っていうのは。そうだよね。草。笑うって書けばなんで草って書くのかな。まあ、そういう用語ができてくるんですよ。私が知らない。
YouTube の世界か、皆さんをそれ若者で流行ってるのか、コメント好きがやってるのか。昨日ですね、いつもと同じ人のような感じでメールが入ってきたんです、コメントが。ねえ、昨日私こういうふうに質問してるんですよ、食べてる時に。どう思いますかって。全く意味がわからないんですよ。全く意味がわからない。怒ってる様子じゃないんですよ。バカにしてる様子でもあるんですよ。全く意味がわからない。草って書いてあるんですよ。それが、草が進化してるのか。カタカナのクーとサーだったんですよ。私言ってますよ、ずっと。クソとか、クズとか。最近2文字が出てくるんですよ。あえてそれを、なんかやったのかなと思って。ちょっと保留にしたんですよ。保留にして、置いてたら、後で、なんか、考えよう思って。で、コメントするかしないか考えよう思って、置いてたんですよ。あれ、ものすごい早いぞ、最近消えてました。もう消えてました。あれは、どういう意味なんですか？皆さんご存知ですか？あの草っていうのは、あの草の意味の草なんですかね？私は、だからこの草っていう言葉も好きじゃないからって何回も言ってるんですけど、まあ、私が悪いんでいいんですけど、それは。クーとサーだったんですよ。あれがクズに見えたんですよ、私は。もう自分で草って書いてるクズに見えたんですよ。もうクソとかクズとかに見えたんですよ。だからこう保留にしたんです。保留っていうか、まあ流したんですよ、そこに、横のところに。オープンにしてないんですよ。で、しばらくして考えたら、なんか文面は柔らかかったんですよ。いろいろ見て、全部見たって言ったんですか。見ても意味がわからない。草って書いてあるんですよ。草を、だって私の草はもうですね、親父だから、カッコの草が草だと思ってるんですよ。あと、www が草だと思ってるんですよ。また新たな草ができたんですか？食うとさ、その人が作ろうとしてるんですか？分かったら教えてください。本人でもいいですよ。ありがとうございました。この場を借りて、コメントありがとうございます。わからないと思いますよ。私が言ってること意味わからないと思うんですよ。見続けてないと。見続けてる人はわかるけど、だから私のトークはあんまり向きじゃないと思うんですよ、この。わからないのに。大体ですね、ちょっと食べたりは、それ俺それも申し訳ないですけど、なんでかっていうと、この人、横にいるけどわからないですから、何言ってるか。意味わからないですから。で、後で聞いたら、何のことって言うんですよ。だから、わからないと思います。で、お客さんも意味がわからないから、逃げるんですよ、忙しいとか言って。本当は忙しくないと思いますよ。車に行ってそば食ってますから。忙しいし、なんか車に行って、そば食べて、しばらくしたらジュース買って飲んでますから。あ、ごめんなさい、もう、ちょっと忙しいから行きましょうねって。時間があれなんですよって言って、そば食ってますから、車の中で。10分、20分ぐらい。で、最後には、その容器を捨てに来て、ここで。ああいう人に限って、なんかゴミを捨てるんですよ。で、こう、なんか、缶ジュース買って、戻るんですよ。20分ぐらい。ほんと忙しいって言ってるの。だから私のその、意味わからないのが、なんか怒ってる口に見えるんですから。怒ってる口に見えるの？おい、あくびやろ。怒ってるように見えるのかな？うんって言って。なんで昨日コメントされた方、すいませんでした。あれはいいコメントでした。と思います。わからないんですよね、意味が。ただ意味がわからなくて、素直に意味がわかりませんでした。草って。その草が、私にはクズに見えたんです。クズだから。でもアカウントも、いつも悪質な人のアカウントと一緒だった。アカウントっていうか、この、なんていうんですかね。あれが、まあ、どいて、ちょっと字が書かれてる。あれは何ですか？登録して、登録、なんか持ってない人なんですかね。あーとかうーとかあるじゃないですか。それでした。一緒でした。いつも来るあーの人でした。おい。またサボろうとしてるか、前。それで、あ、ダメだ。売れてる時にサボろうとしてますよ。こうして、お収束、ケチャップがかかってご飯に。これが草。
今日、還暦を迎えた私から自分の経験から言わせてもらうと、捕まった方いるじゃないですか。 YouTube で追っかけてぶん投げて階段から落としてとか、ああいう人たちいるじゃないですか。迷惑 YouTube やってる。あれ普通の人なんですよね、多分。そういう系の人じゃないですよね。だから言っときますよ。いろんなところでいろんな人がいますよ。怖い。私は自分があの頃、あの人たちの頃、そんなんも考えないで、そういうところに行って、そういう人たちと喧嘩して、厄介ですよ、本当に。もうなんかですね、サラリーマンやってトラブルが発生して解決するのとまた歯分けが違うんですよ。だからなるべくな、そこの社会に行かない方がいい。行かない方がいいっていうか、行けないと思います。普通の、この、気弱な私みたいな人たちが真面目で生きてきて、YouTube を逆に YouTube を伸ばしたい一心でやってるんであれば、まともではあると思うんですよ。YouTube を伸ばそうって、これしか頭にないんですよ、この人たちも。だから、見えなくなってると思うんですよ。誰かがそれを助けてあげればいいんですよ。だからそれを私は言ってるんですけど、いろんなことがありますよ。やばいことになりますよ。いろいろやりすぎて、その目的を、このパワーとこの力があるんであれば、あんだけ楽しい動画作れるんであれば、もっと楽しいご飯食べて走ってもいいじゃないですか。駅のところで何かこう大きな声で、大きな声では悪いかもしれない、そのできるような状況でこういうことが発生してね、こういうふうになんかいいこと、許可をもらってやって、一生懸命やって、例えば極端な話、はじめ社長がファミチキを売ってたじゃないですか。で、何個売れるかっていっぱい売れたじゃないですか、はじめ社長が頑張って。あれ、いいことですよね。まあ言えば、案件かもしれませんけども、いっぱい売れたんですよ。ただ、はじめ社長だから売れるだろうっていうのはそこまでですけど、じゃなくって、じゃあ私がやったらどれぐらいあるの、お願いしたら、コンビニさんもやってくれると思いますよ。そのパワーがあるんだったでしょ。そういうのにやるとか、 YouTube が生きていく道っていっぱいあるんですよ。わざわざそれ人がやってないことやったらバズることは確かでしょ。ただそこにはそういう取り締まりとか薬物とか、この人間がやってない違法とか違反とかいうのはあんまりやらない、もう絶対やらない方がいいと思いますよ。私はそこの中で、私自分がやってきて、人がやらない仕事をやって、あ、儲かりましたよ、かなり儲かりましたよ。やってたら最終的にはどつを踏んでますから、だからできる人がいると思うんですよ、それは。そういう人たちが、気の強いっていうか、そういう、もう普通の人ができないと思うんですよ、やらない方がいいと思うんですよ、私は。もう何を言っていいか分かんないです、今、逆に。そのぐらい、もうあのことは忘れたい。ぐらい補填です、私の。やって、母ちゃんに迷惑かけて、いろいろあって、悪いことじゃないっていうか、物を持ってきて、売った。一緒ですよ、ここと。ただ、それを持って行って売った時に、なんかやめろって言われたことを勝手にどんどんやっていったら、怒られたってことです。怒ってるのに、それでもやり続けたってことがいけなかったってことです。怒られた時点でやめればよかったんです。だから、あの人たちも怒られてるんですよ。やめろって言われてるんですよ。やめればよかったんです。で、その方向性を何かに入ればよかったんですよ。あれだけハンサムで、あれだけ喋れて、あれだけいろいろできるじゃないですか。正義感もあるじゃないですか、ある意味では。あれを何かいい意味で使うんですよ。もったいない。もったいない若者をなくしていくっていうのは。
あの YouTube やってて、まあ手っ取り早い方法ありますよ。私もそこに行きましたよ。だけどしっぺ返しきますよ、こういうふうに。長い人生の中で手っ取り早い方法で儲かるのもいいでしょうけども、考えて、いいじゃないですか。 YouTube で莫大に儲けて金持ちになって、じゃあその後には何があるんですか、いう問題です私は。だからあのコメントする方もそうですよ。今そのコメントで傷ついたり嫌だっていう人がいるんだったらやめた方がいいですよっていう話です。だから何かがあるんですよ、そこには。やり続けてるとそれを心を鬼にして私は言ってるんですけども、この言った後にこの YouTube にも腐ってきますから、草はいいんでしょうね。うん、まあご飯を食べて動画再生数はあんまり伸びないですよ、私みたいなのがやれば。ただできることをできるようになって、近回りはせずに、近回りっていうか焦らずに、本当焦らないといけないんですよ、状況的には。やっていきたいと思ってます。だから気をつけて、あ、またなんかもない、あ、やべ、外やばい、さよなら、ありがとうございました。